なんかない、ちょっともうケイトちゃんでも置いてて、もうケイトさんでも。で、やばい、新しいの。ちょっと待って、ちょっと待って、はがめんないでやる。なあ、この直線。やばい。おはようございます。普通にやばい。あのさ、あの服がびしょびしょなのを説明してもろて、え、顔洗ったらあのここを通って全部ここに来ました。水が下もびしょびしょです。やばくない？開始早々何を見せられているんだ。いや、しゃあない。やろうと思った直前に、あ、鼻が出てきたからさ、びっくりしたよね。しかも結構。その姿配信する人思うのに。だって時間ないんだもん、もう。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。やばいな、やばい、多分久しぶりやからさ。めっちゃ出てくる。ちょ、あれが、あれが詰まってる。ドゥルが、うん、ちょ、効果は気持ち悪い。ミュートして、ミュートして。わからん、ミュートのボタンどこかわからん。すぐある、近くに。無理、絶対わからん。あの音声マーク早くやって。じゃあほんまにわからんもん。これ隠して、分かる隠して、これか。ミュートなってた。まあ365日やってたらこんな日もあるよな。逆に目なんかすごいな、今までよう出んかったなって思う。ケイトちゃんおはよう。ケイトさんです。今日は目だけどすいよ。おお。これから先はちょっと NG ですね。ケイトおはようやって、みんな。おはようございます。言ってる。いや、わざとやねん。あー、ダメダメダメ、 NG で。頑張れ、頑張れ。あ、ちょっと待って、あ、危ない。待って待って、ほんまに時間ないな。やばいねんって、やばいねんって。なんかでもお話しましょう。なんか肩両手埋まってるから何もできひん。あとメイクを進めないとやばい。メイクやってあげる。いや、なんでやねん。え、目やろ、目でしょ。うんうん、いや、やめてやめて。なんで、なんか嫌。自分でやりたい。それ違う。じゃあいいか。だって時間ないねん、もう。あやみのやり方があるの。どれ、はい、どれどれどれよ。一番真ん中の下、真ん中、これ、うん、これをまず、まぶた、え、もう全体でいいよ。全体にこんな色せえへんって。するの。それだから変やねんって、いつも変やないじゃん。そんな上にしなくていいよ。上もするんだよ。あ、それか。
濃い色めっちゃ上にされたんかと思った。なわけないやん、何年まぶた塗ってると思ってんねん。あやみの倍以上塗ってんねんからな。まぶたまぶた濡らした右に出るものはへん。なんて何も聞こえへん。いつもちょっと濃いよお姉さん。濃いよじゃない、濃いよじゃない、濃いよ、メイクが映らへんねん。濃いよ前田。そっちじゃない。映りそうだけど大丈夫。全然映ってない、ま、だって網の目すら映ってないもん。もうピンク系が好きなの。うん、だってなんか最近合わないことで気づいてきた。何が。ブラウン。ブラウン、ブラウンは誰でもいけるんじゃないの。ブラウンってかオレンジ。え、濃いやつないの。濃い色、締め色どれ。これそれこれ。うん、それをいつもまぶたの何あの二重線よりしたいなって。じゃあな、際でいいと思う、うん、際と目尻あたり。何を見せられているんだってなったらごめんね。こしょばい。ごめん。痛いねそれ。こしょばい。こしょばいっていうかなんか毛並み揃ってなくて痛い。なんかラメが飛んでるのか赤いのか。え、あのティッシュ買いたいです。持ってて。はい、ケイトちゃん。あ、止まったかも。いや、止まってない止まってない止まってないし、それでこんくなった。でも、すっごい赤い赤いって書いちゃった。変な顔、鼻真っ赤かなってる。あの、抑えすぎて水。あ、ケイトちゃん近すぎた、ちょっとおはようって言ってるみんな。ティッシュ見えてるって。ほら、今は見えてないはず。今はな、関西弁かわいすぎるやって。はい、虫だった。取れた。取れてないよ。んやって鏡見てみ。もうちょっと濡らしてちゃんと拭きか。あ、これあるやん、これこれでいいやん。メイク落ちちゃうじゃん、見える。あー大変だ。はい、待って、大変だよ。なんでこんな朝っぱから出るの。朝っぱから。朝っぱら。朝っぱ。ケイトが言いそうなこと言ってやって。何言いそう。塩付き骨抜き。それ言わないよ。普段言ってるやん。普段言わないの。言ってるよ。待って、ここしか映ってなかった。希望の木。取れたそう。朝から大変ね。もう出れる。うん、出れる。出演 OK。 ちょっと待って、ほんまに取れてないよあんまり。あ、大丈夫、見えてない。なんかこの辺拭いていい。隠してる。隠して、ほら隠してて、お願い、ね、そこになんかそれ入れれるの嫌なんだけど。うるさいうるさい。なんで逃げてんか。もう打たすな。なんか気持ち悪いね。もうだってやり方が、何言ってたっけ。まず日焼け止めを塗らないといけない。もう一回塗らないといけない。はい、チュッチュでいいですね。はい、コスタかね、慣れてるね。朝っぱ祭り。なんか、なにこれ。え、何これ。かわいいって。かわいいって。かわいいよ。ここにだけ溜まってて変やん。じゃあ溜まってたんじゃないよ。ここに塗ってんだよ。そこだけ違うよ。粉が舞い散った。離れていくから。え、なんかこれ赤い点々ついてる。それで取ったらあかんな。ちょっともうこっち来て、お願い。あ、そんなこさらといて。うるさ、取らへんでも。こさん当てた。これ溜まってるよ。
こ粉が、うん、ここちゃん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 、ね、取れるじゃん、喋ってお願い、喋って白いんじゃないの、網の肌が白くなってん。あ、そう、でも白くなってた、ちょっとだけね。なんか白い、今日もさ、うん、白いよって言って一、うん、回取らしてんけど、うん、白くなってる。え、待って、うん、コンシーラーした方がいいと思います。してください、はい、元も白くなってた。あと時間がないです。そうです、今日はちょっと早く出ないといけないです、用事があります。漂白剤使ってないよちゃんとあれするようになったから、日焼け止めを塗るようになった。あ、磨る。お願い、やらせて。いやもう嫌や。じゃあほんまに黒線取って。いやいや、もう分かってる。来いって。分かってるって、やっぱこれ全部どけて。反抗期。全部どけて。時間ないねん。だる。時間ないねんって。怒ってるんす。うん。だって時間ないねんもん。怒らんとって。時間ないねんもん。そうやからって怒らんでいい。焦ってんねんもん。やばい、よいしょ。で、あ、アイシャドウ。ママのブラシまたパクってる。違う、猫が持ってきた絶対嘘ほんま、猫がこの部屋にママのブラシ持ってこうへんねん。だってブラシで遊ぶやん、あの子たち。ああ。じゃあ早しても、そんなママしとくから。しゃべ、乗ってるし、ちゃんと、あ、あ、落ちる、怖っ。持ってきたよ、かわいい。ありがとう。持ってきたよ、ブラシ。くしゃみ出そう咳が出たそんなことやってる暇ない。そんなことやってる暇ないね、マジで。頑張れ。15分経った？やばい、経ってないな。だってちょっと遅かったもんな、始めるの。そうやな、あれで出てたからな。クシュン、はい、ちょびん、おはよう。また出てきちゃう、ほんまに大変だね。おはちょびん、おはよう。テネシーさんという初見の人が言ってます。こんちくわ。おはよう、おはよう。有能な猫ちゃん、毎日こんなんですか。いやいやいや、全然。今日あれ出たから遅かったな。え、はい、次。違うんか。何、まだ全然、あの、あれ、髪の毛待って、髪の毛もやらなあかん。もうやばいって。ああ、時間ないって言ってんの。遅刻はではないね。遅刻。え、なんで。怖。あいちゃん、ティッシュからついたんちゃん。ついてたってこと今。うん、遅刻、うるさい。遅刻ちゃん。ママ昨日遅刻したやん。何やってんの。うるさい。笑い方。ママ昨日寝坊して遅刻して、でも。で、アミのせいにしたんだよ。アミが起こしてくれなかった。なんでやねん。え、な、下暗すぎやって。色、ほんまにメイク学び直して。だからもういいやん。もうなかん。もうなかん。出てきて。早く。そっち。いる、こっちもいるって。
なんでいらないよ。いるって。いやいや、いこれ以上変にせんといて。変にせえへんって。変ならへんやん。一番こっちやってほしい。こっちもやんねん。そっちもやんねんけど、だってもうその幅に合わせてやってんねん。もうえ、気持ちはもうちょっとした。いや、あんたがごねたから乾いた。乾いた方がいいやん。あかんねんって。じゃあ貼る前また泣くかな。な、可愛いやろ。うん、可愛かったやろ。でも平行がいい。平行にはどうなってもならない、はい、おらん配信やばい。ちょっと待って、ちょっと待ってください。何、あ、アイシャドウが取れる。そう思うやろ。大丈夫やねん。取れたことあんねん。大丈夫。はい、開けて。うん、なんか入った。かわいそう。51分。もうやば。え、やば。なんで、なんで。やば。待って、あ、それルームスの返信してたけど、あの数人飛ばしてたで。だから、あ、じゃあ、あれ、あの上からやって下からやって。だから、だから数人飛ばせたか。またするよっていう時や。またするよ。あ、の、の、送った、送ってくれた。ありがとう。なんか何やったっけ。前髪。違う。頑張れ。な、そんな早くない。15分だったって。立ってるねん、もう。うん。え、もうちょっとさ、それやってること見せてほしい、みんなに。どんなことしてるの？ちょ、低い。あ、そや、あれや。下げてたんやった、映らへんように。そうなんです。携帯が邪魔なの。一応動かないで。そうか。見えてなさそう。見えてないのか。うん、携帯がさ。頑張れ頑張れね。ね、頑張れ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 。あ、よいしょ。疲れた。もう疲れた。なんで。あ、そっか。もうさ、後でやるから。もうさ、じゃ邪魔やねん。もうじゃあもうこの辺置いとけばいいや。ママ後で直すから。あやみの直し方があるの。どっちが大事なんそれ今。頑張れ。目に入った。なんか急いで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 。今日は私の方が早起きだったんですね。うん、反抗期マジめんどすぎんねんけど。こんなんでめんどくさいとか言ってたら、いざほんまに反抗期になった時生きてけへんで。いや、ほんまに反抗期やん今。早いよ、もう無理。ねえ、何、何すんの次。何すんの。前髪、前髪、前髪、アイラインも、前髪、前髪、あれもやってない。前髪、前髪、何、マスカラもやってない。近いってカメラに。だって鏡遠いねもう。近いって。あゆみちゃんのほんまの反抗期を知りたい。知りたくないよ、もうやめてくれよ。へへへへ、これ以上無理だよ。ママのこと困らしてあげる。うわ、そんなん言ってられるのも今のうちやからな。でも反抗期来るかわからんで。あゆみもう来てるって。来てたら話さへんわ。それだけじゃ反抗期じゃないね。ママのノリに乗ってあげてるね。へへやな。へやろ。変やね、こっちがな。うん、だからこっち変やろって。え、でもそれあれで元の線に合わせただけやで。元の線が変やって。もじゃあどうしたい、狭くしたいん。うん、え、二人を狭くしたいん。うん、だってハムメなんねん。贅沢な子だね。違うねん。お前な、ハムメだって。ハムメなんねん。取ろう、取って。そうしよう。いい目してるわ。やって、やったね。見て、3泊眼らしい。ママ4泊眼やね。知ってる。
え、何、あ、今やんの、うん、配信まだ続けんの、うん、え、ここもさ、こっちもさ、ちょっとくっつけないでほしい。あー、出た、くっつけてる。それはママがくっつけた。ママはくっつけてなかったのに。じゃ、ママ、もうこれでいいやん、こっちは。で、こっちはいいねん、あやみ。こっちを直したいの。狭くすんの、二重を、うんうん、だってハム目なんねん、もう広すぎて。ハムボ？違う。ハムボってなんなん？ハムボはハムスターみたいなやつ、なんていうん？ハムスターみたいなボイス？ハムスターじゃないけど、可愛いボイス。あやみの、あやみの名前、贅沢な子だねって言って減らされて、さやかにされてる。ええやん。願ったりかなったりやん。でそっちなんやな。ミーじゃなくて？うん、キヌガサもあるわけやん。いや、キヌガサもどっか行っちゃったんや。あ、もう贅沢キヌガサも。え、これ自分でやったら、うん、こっち分からへん、狭くする方法なんて知らない。こうしたらいいんだよ。狭くする子なんておんの、贅沢な子だね。名前減ってさやかなのおもろい。え、それは嬉しいやん。な、棒は棒、うん、とっとこう。でもくっつけたかんで、ね、走るよ、メタル。二重狭くしてんの最近。え、最近は何もしてない。今日が、うん、今日がめっちゃ幅広くなってる。これでいいじゃん、こっち見て。もったい、まあいけ、もったいじゃないと、それ欲張るなって言ってるじゃん、いつも。ハム棒じゃないわ、ハム目になる。ハム太郎のアニメの声真似やで。ハム棒やってらしい。だからハムスター。ハム太郎どんな名前だっけ。ハム太郎、ハム太郎、ハム太郎。ダルダルダル、アゲアストリー、アゲアストリーナや。ねえ、そりゃ妖怪アゲアストリーナがやってきた。変なの、やだ。なんだっけ、そっちピッてやって、ピッてやって。え、何時に家出るか分かってる？ん、7時。今57分。あら、ほんまにやばいやん。行こう。待って、行く、え？早く、行くで。待って。ラジオミヤ、うん。今日は失礼しました。こんな日もあるということで。迎えに来てくれるよ。何が？知ってるよ。7時に。でもさ、あの駅やったらさ、そんな早くなくても行けそう。まあそれは要相談。うん。あやみう。あやみう。あ、あやみう。できへん今日。声枯れてるから。やってみて、ハムボってやつ。最近やってないからできるかな。おもろい、ロドリゲスさんが代わりに男女呼んでくれねんて。ありがとうございます。え、待って、できへんくなってる。はやみちゃん、違う。あら、めっ電話かと思った。はやみちゃん、やわかままハムボの正解分かんない。全部想像でやってる。13位って言ってる。何兆呼んでくれてんの。ありがとうございます。13位、13位がちょコロコロコロ、13位ヨッシーさんですね。ありがとうございます。はい、12位は高野さんです。ありがとうございます。はい、こんな状況で誕生日読むんですが、皆さんお許しください。許してください。うちの子が失礼いたします。もう大変大変。そして11位はマッサンさんですね。ありがとうございます。で、10位がおでん屋さんですね。ありがとうございます。9位桃の絵文字の方、ありがとうございます。私これあと着替えない、前髪もやってない、もうやばいやばい。あら、汚い汚いじゃない、整ってない。そして8位、イコモエルさん、ありがとうございます。ちょ、映る。7位、メイさん、あ、ジョーさん、ありがとうございます。6位、メイさん、ありがとうございます。5位、高政さん、ありがとうございます。4位、リョウさん、ありがとうございます。3位、リョウさん、ありがとうございます。2位、おやじさん、ありがとうございます。そして1位はムーチョさんでした。ありがとうございます。よし、
とりあえず OK、 とりあえずいつ終わってもいい、これで。まあ、正味まだいける。夜ねえ、夕方何時からやったっけ。夕方何時から。夕方は3時半以降のどこか。はいです。3時半以降のどこかです。やるなら、てかやります。どこでやんの。おい、はい、今日もいい匂い。ねえママ、今日このカバンでいいかな。あれ、さっきあゆみが棒取り出したやつ。え、そんなにやんない。だってあれ入れなあかんのやろ。よし、一旦ちょっともうこれで終わろう。前髪はもう後でやる。てか前髪は正味持ってける。ケープさえ持ってけば後からでもいけるから。男女は読めた。え、これ買うのにさ、前髪いるの。うん、一応かわいい。かわいい。一応でも作っとかないと、その、ま、これに抑えられて前髪がピッてなってなるから、一応巻くはする。パラッパラッパーみたい。ラッパー、パラッパラッパー。何それ。キッケンターンの人。髪の毛ストレートでいいやんな、後ろは。いいと思います。らしいです。じゃあとりあえず終わりますね。とりあえずではまたお昼もよろしくお願い、3時半からもよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。今日もたくさんありがとうございました。プレステのゲーム、プレステのゲーム。知ってる人おった。おった。キッケンダン、ダンチェンキック、キッキンダウン。